FM ギノアンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。ギノアン四季なギノアンヒューズ通りの高台にスタジオがある FM ギノアンよりサザンブリーズをお届けいたします。お相手は私、東克明だけです。どうぞよろしくお願いいたします。本来ならば、水曜日はですね、日替わりのアシスタントといたしまして、青森上宮ひーちゃんが登場というところなんですけども、本日ですね、お昼頃でしょうか、僕の方に連絡がありまして、すいません、体調不良でお休みしますというふうな連絡をいただきまして、まあ今日はちょっとね、お休みするということでございます。まあひーちゃんといえばですね、まあ、水曜日お聞きの皆様はもうご存知だと思うんですけども、いよいよいつだ、もう今週か、今週次の日曜日、1月28日でしたかね、にね、泡盛女王のね、面接のオーディションがあるということで、まあそれに向けてね、こうやっぱり僕も含め、水曜日のねリスナーさんね、サザンブリーズのリスナーさん一緒になって、どうにかみんなでこうね、ひーちゃんを青森女王にしようじゃないかっていうね、番組内でいろいろお話しさせていただいたりとかしてたんですけどね。で、先週かな、先週のこのサザンブリーズ終わりに、じゃあその面接がね、やっぱひーちゃんはまあその面接とか、まあオーディション的なことっていうのをまあそんなにやったことがないというので、じゃあまあ僕もね、役者俳優やってますから、いろんなオーディションね受けに行ったりとか、または、自分のお芝居出てもらう時にいろんな方々にオーディション来てもらって、まあオーディションをこうして審査する側とかもね、やらせていただいたりとかしてるので、まあそういったところでの、ちょっとずつでもこうなんかアドバイスできたらなというので、そういう会話とかねしてたんですよ。で、特技披露だったら、例えばじゃあこういうことしてみたらどうかなとか、1分間のね、なんか自己 PR の時間とかっていうの大体あるんですよ。で、そういう時に、こういうことしたらどうかなっていうアドバイスをちょっといろいろしてて、で、ひーちゃんも、その時はね、その時は、あ、いいですね、なるほど、なるほど、あ、わかりましたっていうの言ってくれてて、で、じゃあわかったと。で、せっかく頑張ってね、やっぱりここまで来たら、どうにか、俺もね、青森女王なってほしいというので、面接の練習をじゃあ来週しましょうと。ね、来週しようよ、せっかくだから。で、じゃ本当になりたいんでしょって、青森女王。じゃあ俺もなってほしいなと思うから、じゃあ特訓しよう。わかりましたっていう話をしてたんです。言ってたんですけど、おやすみ。これもしかしてひーちゃん、特訓が嫌だったんかな。あまりにもこっちが強い熱で行きすぎて。嫌になったんかなっていう心配がですね、ちょっと僕の心の中にちょっとずつ出てきてしまいまして、まあなんですけども、まあでもね、ひーちゃんはね、ひーちゃんで、まあ皆さんご存知の通り、青森の知識っていうのはまあものすごいですし、なんてったってこの毎週毎週この水曜日の時にね、青森の紹介をね事細かくしてくれていますので、まあ、そういう知識とか、表現するっていうのはまあもちろんもう抜群だなというふうに思いますので、まあ、あとはもう、ね、自信を持って、ね、言っていただけたら合格するんじゃないかなと思いますので、来週はですね、そのひーちゃんの、まあ、結果発表ではないけども、まあどうだったのかとかね、面接の話とかでそんなも聞けるかなと思うんですけども、まあ今日はちょっとひーちゃんお休みということで申し訳ございませんが、私東克明一人でお送りいたしますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけでございまして、今週皆さんからいただきたい投資のメッセージテーマが、私これで感動しましたということで、昨日と一昨日がゲストの方々ね、ありがたいことにいらっしゃいまして、あまりにもですね、また話が盛り上がってしまいましてですね、なかなか昨日、おとといとそのメッセージテーマ、ご紹介したりとか、皆さんとね、お話しするってことはできなかったので、まあ、今日はね、それをちょっとたっぷりとね、お話ししたいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ皆さんですね、そういったそのメッセ、感動した話、何かあれば教えてください。僕はもうね、昨日のお昼にも携帯でニュースを見て、
感動しましたね。というのも、まあもうね、あのサザンブリーズでもいろいろお話ししてるんですけども、まあ、野球が好きでして、やっぱプロ野球選手にはもうすごいやっぱ尊敬してたりとかしてて、まあ、高校野球も好きですし、そういう野球好きなんですけども、昨日のお昼に入ったニュースがね、松坂大輔投手がね、まあ、ソフトバンクに、入っていたんですけども、まあ、ちょっとなかなか、怪我の影響であったりとかっていうので、思うように活躍ができず、ソフトバンクを退団し、中日ドラゴンズね、ドラゴンズの、入団テストを受けるというところだったんですけど、見事昨日入団テスト合格されて、中日ドラゴンズに松坂大輔投手が入団ということでございました。おめでとうございます。いやー、やっぱり松坂投手はね、僕らこの30代からしたら、まあもう松坂世代といったらもうプロ野球の中心のような、存在ですから、まあその筆頭である松坂選手がね、入団してまた野球続けてもらえるって、しかも中日ドラゴンズですよね。中日ドラゴンズといえば、またこの沖縄にもキャンプ来ますよ、茶谷にね、確かドラゴンズの茶谷です、茶谷に来るんで、またそれもね見れるっていうのがね嬉しいですよね。やっぱ松坂投手は見たいなと、でやっぱり、ね、いろんな方々がね、やっぱり松坂投手もう終わったんじゃないか、なかなか投げれないんじゃないかっていう言われますけども、でもやっぱりこうやってプロ野球ファンがね、やっぱ一目見たいなとか、ちょっとやっぱ期待してしまうっていうところが、あ、松坂投手のやっぱりそれだけの持ってきた実績だし、人気だしっていうところがあると思うので、ぜひぜひまた活躍していただいてね、そういうのを、また松坂投手の素晴らしい投球の、披露を、ね、していただければなと思っておりますが、だからこの入団したっていうのはね、僕にとってはものすごく感動が起こった出来事でございました。ですので、皆さんもですね、何かこういうこのようにですね、まあ、簡単でいいです。はい、感動した、あれですよ、メッセージいただきますけども、脳中の銀の蛍さん、ありがとうございます。感動ってそっちの感動じゃないです、決別の感動じゃないですよ、親が息子に言う感動じゃないですよその感動をした側もされた側もなかなかいないと思いますからそっちじゃなくて、グッとね、なんていうんですか、心が動かされたというか、感情が高ぶったというような感動のエピソードがあれば、教えていただければなと思っております。今日もですね、皆さんからのたくさんのメールをお待ちしております。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com です。 FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きくださいませ。というわけでございまして、今日はですね、一人でお送りするサザンブリーズ、どうぞ皆さんたくさんのメッセージお待ちしておりますので、この後5時56分までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。では1曲目をお送りします。曲名が出てくるかな、来た、こちら3本マスターで2つの涙。ケンジさん、松坂投手、通用するかどうか分かりませんピッチングを見てないので何とも言えないでございますけども、でもやっぱ通用してほしいです、気持ちとしては、ファンの気持ちとして。
PPT かな。サザンブリーズ水曜日お送りしております。さあ、今日はですね、皆さんからですねいただきたいメッセージテーマというものが、私これで感動しましたということでございますので、何か感動した、本でも映画でも何でも結構です。それをですねぜひぜひタイトル、そして、どこが感動したのかとかってね、そんなエピソードなんか教えてもらえたらいいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そしてメッセージいただいておりますね。先ほどもご紹介しました、脳中の銀のホタルさん、ハイサイ、よろしくお願いします。そして今日もスタジオの外にお越しいただいております大塚健二さん、ありがとうございます。さあ、そんな健二さんが、正直松坂投手ってまだ通用しますかねってね。そらそうですよね。そうなんですよ、投球をねほぼほぼ見てないので、この何年も見てないので、どんな感じなのか分かんないですけどね。でもやっぱりその名前だけでもね、やっぱ十分価値あるでしょうとはやっぱ思うんですよ。うん、やっぱね、せっかく中日が取ってるわけですから、やっぱある程度のね、なんか計算があって、だってあの元同僚のね、デニー・トモリさんが確か今中日の何だったかな、コーチかなんかスカウトか確かやられてたと思うんですけど、がそのトモリさんがその松坂投手が投げてる映像を見て、なんかちょっと前世紀のそのね、なんか西武時代に近いものがあるっていうコメントは残されてるんですよね。だからまあまあまあ、もちろん、ちょっとね、リップサービスで言ってる部分もあるかもしれないですけど、やっぱり
野球ファンとしてはね期待してしまいますよね。どんな活躍していただくのか。だってほら中日のねその要は入団テストで入った人でいうと、中村のりね、中村のり、さんもね確か入団テストで、そこから同じ、今回松坂投手と同じ背番号の99番つけてね、そこから這い上がって、行きましたからね、再ブレイクぐらいな感じでしましたから、もうやっぱ期待してしまいますよ、どんな感じなのか。はい、さあ、そんな野球の話なんですけども、そうこのねやっぱベイスターズの話もねしていかないなといけないなと思うんですけど、いつだったかな、先週までだったと思うんですけど、募集されてた宜野湾の、横浜 DeNA ベイスターズ友の会ねでがあって、それの、ベイスターズの感謝歓迎の夕べでしたっけっていうなんかイベント、選手の皆さんで送るイベントがあるということをね、聞いてたんですけども、申し込みましたよ。先週申し込みました。ギリギリでしたけど、期限ギリギリでしたけど申し込みまして、もうすでにもう友の会の一員でございますから僕も、それがいつって言ってたかな、2月の、なんか金曜日だったかな、どっかの2月8日7日か8日かなの金曜日にねあるっていうことで、いや楽しみですよ。久しぶりにそんなねプロ野球選手にまた会えるっていうのね楽しみだし、やっぱベイスターズ今年絶対いいでしょ。なんかもうね聞こえてくる話題が良すぎるなんかもういろんな話が聞けて、例えば何ね、ラミレス監督がねなんか、日本国籍をねちょっと取得するみたいな話がニュースがあったりとかね、ニュースのコメントでありましたけども、ラミレス監督が、いつかね日本代表のユニフォームを着て、まあ、指揮を取りたいというふうにおっしゃってて、いやいいですよね、難しい、いいですよね。それもやっぱなんか夢あるじゃないですか、やっぱラミちゃんってね日本でこんだけ愛された人がねこうやって監督やって、日本代表監督にもなるっていうのね。でなんか DeNA の本当に明るいニュースが多くて、昨日ですかね、あったニュースが、3月に、確か侍ジャパンがね日本野球日本代表侍ジャパンが3月に行う強化試合がねオーストラリア戦があるんですけども、その代表候補に、DeNA の若き、左腕トリオ今永投手、石田投手浜口投手の3人が候補に上がってるとね、いいですよね。でもだって3人とも上がってるってすごくないですか、左腕ので。今年はその3人にプラス、ドラフト1入団する、僕と一文字違いの東克樹投手もね、左投手でこの左腕カルテットでね行くぞっていう明るい話題がまあ盛りだくさんですから。だってラミレス監督が言ってるんですよ、さっきのね今永投手石田投手浜口投手も3人で30勝以上できる能力を持ってるという話す自慢の先発トリオ、それが揃って代表入りする可能性、今現在ね日本代表はその左腕ねサウスポーがねちょっとなんか少ないなんていうふうに言われておりますから、そういったところでその3人がまた活躍してくれるんじゃないかなっていうのがね非常に期待を持ってますよね。で確か、筒香、選手と、山崎投手でこの2方は確か代表も確定なのかなね、主力メンバーの一部として、筒香外野手と山崎投手は決定済みと、はい、なっておりますので、まあ DeNA 今年暑いんじゃないですか、皆さんキャンプから見とかないといけないんじゃないですか、これ DeNA、DeNA は、キャンプインがもうまだ2月1日からですかね、
ね、キャンプインして始まるということでございますので、ぜひぜひ皆さん、宜野湾の、宜野湾市民球場、アトムホーム、アトムホームスタジアムでしたっけ、ね、新しく名前変わっていくということなので、ぜひぜひその球場の方にも遊びに来てください。よろしくお願いいたします。そう、そしてメールをたくさん、いただいてますね、じゃあご紹介いたしましょう、こちら進撃のめんちゃんさん、ありがとうございます。東さん、今日は事情によりお一人なんですね。面接の練習を緊張の生放送でやりたくなかったのかなって。めいちゃんです。そうね、俺もちょっとそう思う。でももうそんなことない、そんなことないと思う。ね、今日は一人だから曲長めにかけても大丈夫ですよ。心配しないでください。かけますよ、もちろんじゃないですか。そういえば今日はムーチーの日、東さん食べましたか？私は昨日も今日も食べました。合計何個食べたか覚えてません。多分6個ぐらいだったはず。では夕飯作りながら聞かせていただきます。そうね、ムーチーの日、僕は昨日家帰ったらありました、ムーチー。あったんですけど、まあ、あった、まあ、うち父親と母親と僕と、まあ、3人で暮らしてるんですけど、僕と母親が全く手をつけず、父親だけ、なんかどこからからなんかいただいたらしいムーチーをですね、黙々と食べてました。もうなんかね、子供の頃からね、そんなに別に好きじゃなかったというか、だからね、あんまり食べてないんですよね、ムーチーを。食べる習慣がないのというか、なんというか。だからね、でもやっぱ皆さん食べるんですよね、昨日、今日は。で、そして、もう一つ、ね、また、進撃のめいちゃんさんもメール何通もいただきまして、ありがとうございます。あの有名リスナー、ケンジさん、来てるんですねって言われてますよ。1ヶ月滞在という噂が立ってますが、本当ですか？らしいですよ。1ヶ月がっつりいらっしゃるらしいです。で、そして、1分前に、名古屋市内の友人から LINE で写真が来ました。かなりの大雪で車が動かない。あ、今日はもう名古屋なんですね。で、昨日、おとついぐらいまではね、東京が大雪でってなってたけど、名古屋が大雪で車が動かないみたいです。東京みたいに大雪怖い。来週また、沖縄10度以下予想が出て、また、あられが降るのかなって、また雪降ってほしいなって。え、来週10度以下？全然、キャンプインしても全然あったかくないじゃないですか。いや、選手の皆さん大丈夫かな？そしてもう一ついただいてるのが、あ、そうですね、先ほど、話題に出てましたね、ラミレス監督、ね、ニュースで見ましたが、今日本国籍獲得するっていう話も聞いたので実現してほしいですねって。本当に、いやいや楽しみですよ、ラミレス監督、日本国籍でも純それでも日本人としてね活動するってことだから、そのままね、長きにわたってね、またこれから DeNA ベイスターズ、支えていってほしいですね。じゃあというわけでございまして、ここで、1曲、ね、進撃のめいちゃんさんからのリクエストおかけしたいなと思います。では、こちらの曲お聴きください。ナオトインテラエミで宝物、この声がなくなるまで。松坂投手って誰？草野球選手だったの？いやー、まあね、まあしょうがないよな、まあ、やっぱりね、ソフトバンクでね、あんだけお金もらってて投げれないからダメですよね。
グラウンド間近に行けず隣のモニターになりませんように。ライブウィングライブウィングはもう幕張で十分ですよ。あ、シュプリームさん、ありがとうございます。後ほど来てください。ぜひ、今日一人なんですThank you.
サザンブリーズ水曜日、本日私東克明一人でお送りしております。ひーちゃん体調不良のためにお休みです。皆さんすいません。さあ、ツイキャスでもメッセージありがとうございます。シュプリームさん、アズマックス、ハイサイ、今バタバタなので後ほど来ますね。お願いします。今日は一人なのでお願いします。よろしくお願いします。そしてタイゴさん、こんにちは、ありがとうございます。さあ、今週皆さんからいただきたいメッセージテーマが、私これで感動しましたです。感動した本やね、映画、エピソード何かあれば教えてください。よろしくお願いいたします。さあ、とところなんですけども、感動した、ライブね、ライブの話していいですか。1曲目にね、今日の1曲目にかけたんですけど、サンボマスターで、僕サンボマスターも大好きなんですよ。でサンボマスターはライブ、よくライブ行ってて、で大阪に2年ぐらい前まで、10年間ずっといたんですけど、まあ、その時に、友達に誘われていろいろサンボマスターのねライブ行ったりとかしてて、で行ってる時に、何年前だろうな、あれそれこそ10年ぐらい前かな、にサンボマスターがね全国ツアーをまずやるというので対バンツアーをやってたんですよ。なんかサンボマスター VS、奥田民生とか、サンボマスター VS ホフディランとか、いろんなそのアーティストと対バンツアーをやってて、でそれの千秋楽があるというので見に行こうってなったんですけど、そのまた会場が素晴らしい。千秋楽がまずサンボマスター VS サンボマスターということで、サンボマスター一色でお送りするライブがね、東京の両国国技館で行われると、あの相撲の聖地ですよ、で行われるということで行ってきたんですよ。でまたサンボマスターのライブはね、2時間、大体ライブ2時間じゃないですか、2時間でまあもうみんなが汗ダクダクなりながら、声枯らしながらハッスルハッスルする、ライブなんですけども、なんとその両国国技館は、まあ、サンボマスター VS サンボマスターと銘打ってるぐらいですから、なんとそれまでサンボマスターが出した曲 CD アルバム全て含めて全70数曲をやりますっていう、約6時間超えのライブをね両国国技館でやるということでね、これはいかんとダメだろうって言ってきたんですよ。でまあそれがねとんでもなくもう熱いライブで、まあもう お客さんもみんなね、もうライブ始まる前から屈伸運動とか始めてて筋肉痛はもうこの6時間耐えるためにストレッチを入念にしてて、でそっから始まって2時間やって、で2時間やって1回休憩入るんですよ。でも2時間がもうすでに1本分のライブなんで、もうそこでヘトヘトなりながら、で2回目、でヘトヘトだって2部どうなるかなと思ったら、そしたらこれまで対バンツアー回ってきたその奥田民生さんとかホフディランさんとかがゲストでブワーっていっぱい出てくると、またそれでもう盛り上がりで、そしてまた休憩で、みんなも休憩のためにヘトヘトなりながらそこら中で座り込んでぜいぜい言いながらやってたりとかしてたんですけど、で、第3回目、また大盛り上がりでやって6時間完走したんですよ。でそれがまあ本当にいいライブで、もうみんな涙汗流しだらだら、体中の水分流しながらやって、あいいライブだったなと思って、でそれでね、もうせっかく記念だからそのライブ DVD を買ったんですよ。あんまり買ったことなかったんですけど、で初めて買って、で映像を改めて見直して、あいいなって思ってたら、僕が一番好きな、さっきちょっと1曲目流した2つの涙って曲があるんですけど、それがまた会場で盛り上がるんですね。その曲が流れてうわーって会場盛り上がってるところ、カメラがパーンと客席行ったら、サンボマスターのタオル巻いてる僕が映っておりまして、ドアップでドアップで歌いながらうわーって言ってるとこ映って、うわーサンボマスターと映像で共演してるって自分の中でものすごく感動を覚えましたね。あれは一番思い出に残ってるライブだな、俺は。感動したライブだわ、あの映像で、ね、今でも見てもねちょっと涙が出てくるんですよ。そういうねありますので、ぜひぜひもうまたね、これまた皆さんもね行ってほしいなって、メール、ツイキャスでいただいて、メグさん、サンボマスター今週土曜那覇来るの？本当に知らんかった。行けるんかな、行こう、確か空いてたから行こう、
ケンジさんもありがとうございます。感動ね、妻に結婚申し込んで OK もらった時、あ最高、付き合うまで何度振られたことか、あのあと子が生まれてきた、いやー何度振られてもいけるってか、かっこいいな、かっこいい。それがね、一回振られることができないんですよ僕は。はすもう振られるのが怖くて。へえ、いやすごいな、そのエピソードだけでも感動するな。いやいいな、いいですね。またまた皆さんたくさんメッセージお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。じゃあ、続いてこちらのコーナー行きたいと思います。続いてのコーナーは、こちら、FM ギノワンは毎日面白い番組を放送中。このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組リスナープレゼントをご紹介します。まずご紹介するのはこちら、みんなで考えよう We Love ギノワンということで、本日ですかね、本日この後の、本日1月24日水曜日のこの後午後6時半から午後8時半に行われる、みんなで考えよう We Love ギノワンです。子供から高齢者まで誰もが安心して生活できる住みやすい地域づくりのための話し合いを皆さん一緒にしませんか。場所はギノワン市社会福祉協議会。内容はギノワン市についてみんなで一緒に考えようということで、対象者が誰もが安心して暮らせる地域づくりに興味のある方ということは、つまりこれ、まあギノワン市ね、もちろんギノワン市について話すんですけど、そうじゃなくてもね、それ以外の地域の方も来て、まあ、自分とこの、地域にまた行かせるような、ね、そういった興味あるっていう方はお越しくださいということですね。はい、時間が先ほど申し上げた通り、この後午後6時半から午後8時半に行われます。お問い合わせ、お申し込みはまだ大丈夫なんですかね、お電話にてご連絡ください。電話番号は 893-4411 893-4411 までお願いいたします。さあ、そしてまだまだ今日はいっぱいご紹介しますよ。リスナープレゼントあります。ミュージカル少年王のチケットリスナープレゼントです。平成29年度浦添市文化芸術振興事業であるミュージカル少年王があります。これは浦添ヨードレに眠る少年王と王妃を題材にしたミュージカル少年王の公募で集まった市内の小学5年生から一般70名が挑んだ約4ヶ月にわたるワークショップの成果発表公演です。浦添の歴史と文化財をミュージカルで楽しんでみませんかということで、ただいまチケットは好評発売中なんですけども、これね、僕去年見に行ったんですよ。僕の演出するミュージカルに出てくれた子たちが、方々が、出てるということで見に行かせていただいて面白かったですよ。あのね、これ子供ミュージカルというか、まあ、市民ミュージカルとは思えないぐらいのクオリティで、いや4ヶ月みんなどれだけの時間や力を使って稽古したんだろうっていうぐらいな感じで、あのすごいパワフルで、でまた本当に僕も知らなかった浦添の歴史というかっていうのも、あのミュージカルで歌とダンスを交えてやってたので、すごい分かりやすくて、面白かった、ミュージカルですよ。でなんとこの少年王のペアチケットを1名様にプレゼントということで、27日土曜日28日日曜日の2回公演なんですけども、これどちらでも公演でも使えます。はい、でこれが場所がね、浦添市テダコホールの大ホールとなっております。ご応募は797@fmginowan.com までメールで応募ください。 797@fmginowan.com です。メールにてですね、ミュージカル少年王の、まあ、ペアチケット、希望というね、
記載していただいて、入力していただいてお申し込みください。先着1名様にプレゼントさせていただきます。なお FM 宜野湾まで取りに来られる方に限定させていただきますのでお願いいたします。もしね外れたとしてもこちらチケット入場料が一般1500円、高校生以下が800円で、親子で買うと、一般1枚高校生以下1枚のセットの、ね、チケットで、これが2000円とお得になってますのでお願いします。チケットはプレイガイドは、コープアプレ、浦添市テダコホール事務局浦添市役所地下売店にて販売しておりますので、どうぞ皆さんお越しください。よろしくお願いいたします。さあ、そして続いてご紹介するのが、じゃあこちらもご紹介しましょうかね。今週末ですね、今週日曜日、サフティーマ17周年祭新春餅つき大会があります。サフティーマというのはね、この普天間の流房のところにありますね。この1階駐車場にて行われるイベントです。ステージイベントで普天間高校吹奏楽部が登場したりとか、フラダンス、空手、合気道、ピエロなどの、パフォーマンスも行われます。で、手作りアクセサリーなどの販売ブースなんかもあったりとか、レジンアクセサリー作りの体験もできる。で、これがなんと周年祭の特別価格1回500円でね、もらえできるということなので、こちらもですね非常にお得なセットになってますね。で、なんと言ってもこれですよ、つきたておいしい餅つき大会がありますよ。なかなかね、沖縄の住んでたら餅つき参加するってことないと思うので、子供たちなんか喜ぶんじゃないですかね。つきたてのお餅また柔らかくて美味しいですからね。こちらですね、イベントご来場の際は普天間市民駐車場をご利用ください。当日の午後12時から18時までは無料となります。ただしこちらの無料券配布時間は午後12時から午後3時半までとなっておりますので、ご注意くださいませ。それでは皆さんどうぞ、1月28日日曜日1時からのサンフティーマ17周年祭&新春餅つき大会にご来場くださいませ。よろしくお願いいたします。以上 FM 宜野湾ニュースでした。ラッチャンさん、ありがとうございます。入ったー、はい、さーです。ケンジさん、フラーレより自分が幸せになるためか。はぁ、かっこいいな。フラーレのは嫌がったり恐れるより難しいな。それができるのすげえな。そう、今日一人なんですよ、残念ながら。ラッチャンさん、今日はこれでか、これ私感動しましたですから。私これで感動しました。感動したなんかエピソードあったら教えてください。
サザンブリーズ水曜日お送りしております。今日皆さんからいただきたいメッセージテーマが、私これで感動しました。多分ね、いろんなところで皆さん感動されてると思うんですよ。やっぱりね、何よりもやっぱりね、僕がもうたくさん感動してて、一人でやってるにもかかわらずね、こんだけたくさんのね、皆さんからねコメントいただいたりとかっていうのはやっぱりまず感動ですよね。らっちゃんさん、ありがとうございます。出遅れた、いや遅れてない、今からでも十分です。今日一人なんですね。そうなんです。そして感動した出来事、らっちゃんさんの感動した出来事、レスラーとデビューできた時、いやーそれ感動でしょう。だって僕ね、本当にそれこそまあもちろん自分が直接やったわけじゃないし、いろいろ話聞く限りしかないですけど、レスラーの人もそれはそれでもう、だってデビューするために相当な訓練積まないとダメじゃないですか。だってね、中途半端な状態では絶対リングなんか上げてもらえないわけじゃないですか。でそれはね、もちろんその怪我とかね、したらダメだし、ちゃんとお客さんに納得してもらえるような、なんていうかな、パフォーマンスといったらあれだけども、ファイトがねできないといけないしね、だ相当特訓したんでしょ。だってもう、だって行ったら逃げ出すような方々やっぱたくさんいるんじゃないですか、修行しても。それでやっぱそういうのの積み重ねからデビューしたら、まあもう感動ですよね。はあ、わかるわ。俺も事務所入って初めてなんかデビューの舞台踏んだ時は感動しましたね。はい、あ、シュプリームさんありがとうございます。あれ、ひーちゃんはって、そうひーちゃんね、あのねアームリの女王の特訓しようって言ったら休んじゃったいや、嘘体調不良ということで、まあちょっとね、本番に向けての体調をしっかり整えてやりたいということなので、まあ今日はお休みということなんで一人でお送りしております。ぜひぜひですので、またメッセージお願いしますね、コメントだというわけでございまして、じゃあ続いて、この時間の宜野湾周辺の天気、そして道路交通情報をお伝えしましょうか。よいしょ。さあ、それではですね、まずはお天気から、お伝えしたいなと思います。本島中南部のまず現在のお天気は、北の風やや強く、後北東の風もやや強く、曇り、波3メートル、降水確率は 10% となっております。そして明日25日も同じく曇りとなってて、まあ降水確率は 10% から 20% というところで、まあ明日もまあ雨の降るのはまあまあないかなというような感じですね。で、朝の最低気温が14度、日中の最高気温18度ということで、またちょっとずつ寒くなってきましたね。20度超えてきたなと思ったらまた寒くなってきて、今日なんかでもね、まだ全然T シャツにまあ、ジャケットとか1枚上羽織っていうぐらいでも十分な感じの暖かさですからね、またまた寒くなってくる可能性ありますね。まあ明日まで大丈夫かな、はい、ということでございます。以上お天気でした。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道です。はい、沖縄道下り許田インターチェンジ付近に路上障害物があります。沖縄道下り許田インターチェンジ付近に路上障害物がありますので、皆さん前方に注意して、運転の方をお願いいたします。その他は、事故などはございません。サザンブリーズ風に言うと平和です一応言っときましょうね平和でございます。では続いて一般道、現在の宜野湾市周辺の一般道の交通状況です。
現在の状況は王者な前原と両方向で渋滞しております。王者な前原両方向渋滞です。あとはそうですね、戸口から普天間向けが渋滞しております。戸口から普天間向けが渋滞です。その他はですね、宜野湾周辺は、スムーズに行ってますね。58号線もスムーズでございます。今日もまあ王者の前原はまあ毎日のことなんですけど、それ以外はそれほどというところなので、もうなんか今日もね、スムーズに、58号線沿いとかで行ったら帰れるんじゃないかなというふうな感じになっております。今日もですね、またもうどんどんまた暗くなってますんで、早めにもうライトをね、すぐもう今のうちに点灯させていただいて、安全運転でお帰りくださいませ。お願いいたします。以上、道路交通情報でした。さあ、サザンブリーズお送りしてまいりました。たくさんのコメントね、今の間にいただきました。ありがとうございます。まずは、スプリームさんね、沖縄インフルエンザ大流行みたいですね。サザンの顔、アズマックス休んだら大変だから気をつけてねって、本当に俺も休めない。またね、見事なに僕はあの年末年始に体調悪くしたんでね、放送が全くない年末年始に、やったので、ね、まあ大丈夫でございますけども。そしてラッチャンさんがね、レスラーのことでございますけども、私が教わったのは技術だけじゃなく、レスラーとしてリングの上に立つ以上、観客の人に感動を与えなくてはいけないと北斗さんに教わった。はー、すごい。北斗晶さんに教わったんだ。やっぱすごい。そうですよね。もちろんね、技術もそうだけど、観客の人に感動を与えないといけない。そうだよね。やっぱ観客第一ですよね。いや、僕もそうですよ。やっぱ来ていただくお客さんに楽しんでいただくっていうことが、やっぱね、自分がどんだけ、悔しい思いしたりとか、いろいろね、やっぱ試合負けたりとかしたらね、あると思うけども、で、まあ、お客さん楽しんでいただくってことは、やっぱり一番かなっていうふうにね、僕も思うので、いやー、すごいですね。さあ、そして、タイゴさんもね、いただいてますよ。九死に一生みたいなの見ると涙出る、これ感動。あ、わかる、わかるわ、わかる。やっぱドキュメンタリーとか実際にあったやつ見ると感動しますよね。本当にこんなんあったんだ、自分だったらどうだろうって自分に置き換えてしまいがちなんですよね、そういう時って、その当事者の赤としても、その家族だったら自分どうなってるだろうとかっていうことを考えると、もう泣いちゃう。俺もすぐ泣いちゃうんです、そういうの見ると。本当にもう、だから初めてのお使いとか見てももちろん泣きますよ。自分の息子だったらどうだろうこれって、息子いないんですけど、いないけど初めてのお使いで息子がこんな頑張ってるとか、娘頑張ってるとか、自分の娘だったらどうだろうなと思って考えたら、もう泣いちゃいます。本当に感動しっぱなしでございます。さあ、というわけでございまして、最後にですね、そろそろちょっとね、まだなんかお知らせをちょっとね、いくつかするということなんですけども、今日もですね、スタジオの外お越しいただいております、大塚健二さんから告知預かっております。平小杖デビュー20周年記念ライブで、さあゆいさモーレということで、こちら、これおけんじさんも出るんかな、関わられてるだけなんかな、ちょっとそれまた、詳しく聞きたいなと思うんですけど、この平小杖デビュー20周年記念のライブが1月28日日曜日ね、午後、会場は午後は5時開演、午後5時半で、会場はキムタカホールにて行われます。料金は一般2500円、中学生以下1500円となっております。これはなんかでもね、ゲストがまたなんかたっぷりいらっしゃってね、なんかもう見てるだけで
たくさんのことがいてあったりとか、あとなんか何この龍神伝説とか、なんか本当にドラゴンが2つぐらい来たりとか。時間見てなかった最悪。ありがとうございました。一人だったらやってもうた。全く時計見なかった。よろしくお願いします。やべえ。ダメだ。どうしたんですか。全く時計見なかった今。知らぬで終わってた。やばい。ごめんなさい皆さん。最後にやってもうた。全く見てなかった。全く見てなかった。やべえ。曲紹介。ねえ、いかがだった。